おはようございます。身の程配信責任 YouTuber ゆほチャンネルのゆほです。令和5年12月3日日曜日、関口釈光かな、赤い口って書く日です。秩父夜祭りカレンダーの日、障害者週間だそうです。いつまでも非行老年龍の玉、山崎十世さんかな、面白い俳句です。今10時になろうとしているところですが、私も8時ちょっと前に起きて、さっきまで日曜美術館を見て浮世絵の講座を聞いてて、面白かったです。その話もしたいですけど、いろいろここのところ、面白いことがあって話題が多いんですけど、そういうことしてるとまた長くなってしまうので、今日は昨日行ったこの令和新選組の減税デモっていうのが岐阜でありまして、それについてちょっとお話をしたいと思いますが、デモの内容とかその令和の新選組のこの政策とか主張とかの内容はまた別の、令和新選組が、YouTube のチャンネルをやってて、そっちの方に、番組があるので、その、あれを、このおしゃべり会は私は行かなかったんですけど、デモの内容とか、おしゃべり会のやつも、まだ私見てないですけど、それをリンクに貼っておきますので、そちらの方参照になさってください。でも、初めて岐阜でそういうことが企画されて、どうなるかってみんなコアなメンバーの方たちは心配しておられましたけど、蓋を開けてみたら、昨日はいいお天気だったこともあって、デモには150名ほど、警察の調べで、中警察署の人が、沿道を警備してくださって、岐阜駅前の信長の像のある夢広場ってとこから、小金公園まで、こう、まっすぐ行って、こう、ちょっと戻ってくる感じの、1時間ほどの行進でしたけど、デモ行進でしたけど、沿道にもすごく人が、応援してる人の方が多かったよね。中にちょっと叫んで迷惑だって言ってるおじさんもいましたけど、一緒について走ってるような、サラリーマンの人とか、いまして、横断歩道の上からも、写メ、スマホでこう映してる人が結構たくさんいました。おしゃべり会の方は、夕方6時か、4時から、4時からあったんで、私はちょっと、あまり遅くなると、今日朝バイトあったので、きついなと思って帰ってきたんですけど、一人。小倉隊長と2人で出かけたんですけど、
こっちのおしゃべり会の方は定員80名の市民会館会議室、ここに倍の160名ぐらいの方が入ったらしいです。もうぎっしり、ちょっと写真で見た分には、もう立ってる人もいるぐらいでしたね。大盛況なことでした。その内容は、まあ、YouTube の、令和の番組の方に、見ていただくとして、道中、行くときですね。行きは、地元の、隊長の、小倉隊長と、旗振り、令和に限らず、いろいろなことで、リーダー的な存在の小倉さんに乗せてもらったんですが、私と小倉さんと2人で、週になってやってる月見さんっていう月さんですね、は体調がちょっと今思わしくなくて、外出を控えてるってことで私と2人で出かけたんですけど、そういう今病んでる人は結構多くて、私もまあ、同じようなもんですが、もっと深刻に、体調もそうですし、小倉さんが、その来るときにラジオで聞いてたのは、働き盛りの30代、40代の方が、もう本当に、仕事で行き詰まって、自殺する人も増えているという NHK のニュースを聞いてたって言って、いう話からみんな病んでるということで、これは、小倉さんはもう政治を変えなきゃダメ、政権交代して、すべての原因は政治にあるということを強く、もうずっと前から自民党のその、今までの政治がもう行き詰まってるから変えなきゃダメだっていう、それの一心でものすごい、パワフルに活動しておられますけど、私は、その政治では変わらないっていう立場で、人の心が、自分自身の心がまず、大事で、癖性分を取ったりとか、手放すとか、まあ、いろいろその心の状態をこのクリアにすることで、そういう人が増えていくことで世の中が自然に変わるっていう、まあちょっと精神世界、陽気暮らしの天理教の精神も一番ですけど、それが大事だっていう立場の違いはあるんですけど、どっちもどっちで車の両輪だと思う、同時進行になっていくと思うんですけど、でまあ小倉さんとその道中話してる中で、一番共通して認識したのはもう時代の変わり目に立ち会っているっていう認識ですね。もう本当に大きな時代の動きの中で今までにないところにみんな立ち会っている。でもそれをなかなか気づけない、気づこうとしない人、分かってるんだけど変われないっていう、それは何だろうっていうことですけど、まあやっぱり恐れだと思いますね。今までの積み重ねてきた生活のやり方を手放す、変えるっていうこと、変わるってことには、すごい抵抗が強いと思います。
それと、やっぱりみんな自分軸っていうので生きてます。私もそうですけど、自分中心ですよね。それで自分の感覚で、情報でも、人の話でも判断するわけですけど、それでいいんですけど、それがないとダメなんですけど、その時に、自分がこんな苦労してるっていう、苦労してる人はそう思うんですけど、なんていうんですかね、自分が苦労してると同じ以上に苦労している人がもう無数におられるわけですね。地球には80億おられるので、80億の苦労があるんだけど、その苦労を、自分のものにできるかどうかが、問われているんじゃないかなっていうことを思います。やっぱりその話を聞いたり見たりしたりするときには、その苦労を自分のものには自分と同じっていうか共感できると思うんですけど、やっぱり自分の方が大事だからすぐ忘れちゃいますよね、日々の生活の中で。それはもうしょうがないんですけど、1を聞いて10を知るということもありますので、人はあんまりその苦労していることを外には出しませんから、何気ない仕草とか言葉のからその人がどれだけ苦労しているっていうことが分かるかっていう能力というか、それを得ることで自分も広がるし、他の人とつながれる。小倉さんと意見が一致した、すごく一致したのは、みんな仲良くやればあっという間にいろんな問題解決するのに、みんなどうして喧嘩したり対立したりするんだろうっていう、めんどくさいよねっていうことですね。私も政治的には令和とか令和新選組とか共産党とか革新系の人のつながりの方が強くて、そっちの方が居心地がいいわけですけど、逆に俳句やったり、天教や宗教精神世界の人たちはどっちかいうと保守的な右寄りの人は多いので、そっちをこの行ったり来たりするコウモリみたいなもんですが、ミディアムだよねって大倉さん、隊長は言ってました。ミディアムが一番だね。どっちかに決めてしまうっていうと、その、のは固くなってしまうんですね。その辺で、一致して。まあ、いろいろ、もっとたくさんあって、いっぺんに話せないんで、おいおい、また、他の話題、日曜美術館の話とか、本も読んで、モーパーさんの脂肪の塊も読みましたし、いろいろ話したいことは、別の話にしていきたいと思いますけど、デモのことで、行ったすぐに結構早く行って、皆さん中心メンバーの方たちとランチして、初めて会うような方もおられましたけど、最初行って本部になんか書類を提出するときに、私に声をかけてきた人がいて、その人は群馬から来た、30代、40代ぐらいの方でしたけど、男性で、朝始発できた新幹線で、彼はその、
1週間ぐらい前から令和新選組の YouTube を見始めて、つい最近あのホームページで確認したら、直近でやって、あの減税デモやってるのが岐阜だっていうことで、ものすごいフットワークの軽い人だなと思いますけど、あの来て、あのどういう風ですかって聞かれたんで、あのコアなメンバーに紹介して、一緒にあのランチもして、いきなりどっぷり中心に入ってチラシ配ったりもされてます、デモの時も上りを持ってあの更新しておられましたですが、そんな方もおられて、もういきなりあの LINE のグループにも入って、そういうことですね。令和についてはいろいろやっぱり悪評っていうか評判の悪いところも多くて、言ってることがインチキだっていう話もあるし、私のあの更新のビデオを見られるとわかると思いますが、動画を見るとわかると思いますが、あの私も結構派手な方だとは思うんですけど、もう例はこのピンクがカラーなんで、ピンクの服着た人が多くて、もうそれもものすごく目立つ人が多いんで、私なんかほとんど目立たなかったんですけど、そういうパフォーマンスを嫌う人が多いみたいですね。あ、もう16分、17分になる。もうその辺で終わりたいですが、私の友人で、地元の、幼なじみで、バイトも一緒にやってるもっちゃんは、令和は大嫌いだ。山本太郎は嫌いだって言ってますので、そういうのも、一員だろうなと思って、私はそこはあの自分もそういうわからないではないですけど、お祭り騒ぎみたいなことが多くて、あの好き でやっぱりその吸引力っていうのはある。いや、あれ 2,3 年前の参議院選挙でから始まったんですけど、障害者の、あの車椅子の人が2人、議員に当選されましたが、船子さんと木村英子さんですね、あの人たちが当選した時から始まってるんですけど、あの時の勢いがまた戻ってきてる感じがしました。またそれ以上になるかどうかはこれからのあれですけど、私はちょっとそこまで政治には、深入りしたくないっていうのはみんなに言ってるんで、ちょっと遠目に見ていこうと思ってるんですけど、まあ、そう言いながら、いろんな人に名刺配ったりしてるので、だんだんと知らず知らずに、引き込まれているような感じもします。体調と、地元でポスティングをやる話もしているので抜けられなくなっていくなっていう感じもありますが、その辺ちょっと、バランスも見ながら無理のないところでやっていこうとは思っております。そんな感じで言い足りないことがいっぱいありますけど、またおいおい、いろんなことを思い出しつつお話しさせていただこうと思います。ちょっと、今、仏教で言うと、胎蔵界と内蔵、胎蔵界と金剛界っていうのがあるんですけど、金剛界は割と現実的な政治的とか経済の面で、ある世界と、胎蔵界っていうのは目に見えない世界ですね。それがものすごい、こう、近づいてこうリンクしてるんじゃないかなっていうことを私は感じております。
まあ、地震とかありましたし、もうそれはもう世の中の混乱とセットになっていると思うので、喜べることでもないけれども、気をつけながら、慎重に気を長くして、見ていきたいなと思っています。それでは、Have a nice day. Goodbye. UFO チャンネル。日曜日、ゆっくりお過ごしください。失礼します。